この極つぶしが。はい。てめえ。無駄だ。無駄げんだよ。またにかかるで。どうかな。それだー。いいぞ叩くに。心なしか体格も変わってきた。お前男性ホルモンはどうなってんだ。次のステップ行くぞ。くれなかったら俺とお前が一緒に暮らしていることを言いふらす。わかった。脱ぐ、脱ぐからお願いします。家のことは言いふらさないでください。ちょい待った、そのセリフって旗から見るとすっげえ犯罪臭が。半裸の怪しい男が来ませんでした。寄り道でもしてんじゃねえな。どうした秀典。忠国か。忠国がどうした。忠国が女子嫌がれ。なに、マジかよ。私がちょうだいって言ったら抵抗せずによこすこと。そしてあっ、食われてんじゃねえ。まったくお前ら。あれ、水助かります。それにしても意外だった。お前らがそんなに飲みたがりだったとは。その酒ならお前らも満足できるだろう。水神！机に穴開いてるんだけど。大丈夫だって。失敗してもせいぜい指からも呼吸できるようになるだけだって。呼吸ってそれ明らかに貫通してるよね。バイバイ。早い！いや、待て！全然指から離れてる！